どうも皆さん、アスです。やっとですね、今年度のイベントがすべて終了いたしました。いやー、めちゃくちゃ楽しかったですね。本当皆さんも忙しい中、イベントに会いに来てくださってありがとうございました。今年はね、結構イベントに参加してきたんですけれども、そのイベントでよく言われたのが、そんな小柄でよく大型バイクに乗ってるねっていうのを、まあ、ちょくちょく言われておりまして、マスさんの動画を見て元気もらって乗りたいバイク買っちゃいましたっていう声もいただいたのでね、今回はですね、バイク女子が大型バイクを乗るためにしていることについてお話ししていけたらなと思っております。では早速行ってみましょう。ということで、改めまして、私の愛車ですね、ご紹介していきたいなと思います。川崎の忍者 ZX1000M 2015年モデルですね、になります。この忍者1000はね、スワラーバイクなので、乗りやすいバイクではあるんですけども、私にとっては足つきがいいものではなくってですね、ぶっちゃけ結構乗りにくいバイクでした。なので、購入当初、最初はね、ローダウンもね、考えたんですけども、乗り心地がかなり悪くなるかもっていう話を聞いて、工場長と相談して、結局ローダウンはやらなかったんですね。じゃあ他に何ができるのっていう話になった時に、シートのあんこ抜きをすることにしました。ただ、このあんこ抜き、結論から申し上げますと、1センチしか下がりませんでした。本当はですね、3センチあんこ抜きをしてもらって、それで乗るっていう予定だったんですけども、あんこ抜きをした後にお尻がかなり痛くなるからっていうので心配してくださって、中にねゲルゾブを入れてくださったんですね。でその分でちょっと2センチプラスになってしまって、結局まあ1センチしかちょっとあんこ抜きできなかった状態だったんですよ。で最初は水でしょって思ったんですけど、でもこのシートに変えただけでも全然変わりました。まずですね、停車中に股関節が痛くなくなりました、私の場合ですね、純正のシートだと、停車姿勢が半ケツ状態なので、シートの角がね、この股関節のところに来て、それがめちゃくちゃ痛いんですよ。で、痛いもんだから、こうちょっと体勢を崩したりいろいろするもんだから、ちょっとバランスが取りづらかったんですね。でも、このシート変えてから、この角がなくなったので、股関節の痛みがなくなったのと、シートのカーブがね、滑らかになったので、足の組み替えがめちゃくちゃスムーズにしやすくなりました。もうね、純正のシートにはちょっと私は戻れないですね。あとはですね、私自身が工夫していることについてですけども、停止するときは私はなるべくバイクを水平に保って、バイクを傾けないようにと注意しています。なので止まるときは自分の体だけ外に出すようにバイクを傾けないっていう練習を、まあ結構しましたね。大半の方は問題なく乗られてるとは思うんですが、足つきの悪いバイクの場合って、停車時にね、左足をつこうとした時にバイクも同じように左側に傾きやすくなってしまうんですよね。なのでそうなってくると、左足だけでバイクを支えることは困難なので、私はなるべく止まる時はバイクは水平に、で自分の体だけを外に出すようなイメージで乗るようにしています。これがね、止まるとき一番安定するんですよ。あとはですね、私がバイクを乗る上で一番重要視してるアイテムなんですけども、それがね、ライディングシューズでございます。いや、めちゃくちゃ大事だよ、靴は。本当よくね、ブーツとかでヒールの高さ何センチって書かれてるものとかもあるとは思うんですけども、私の場合ヒールの高さは正直何でもいいんですよ。別にヒールの高さがなくてもいいんですよ。ヒールの高さじゃなくっ
て厚底であること、バンプと言われる部分がなるべく硬いものを履くようにしています。理由はですね、実際にね、低身長がバイクまたがった時に地面と接している靴の面積ってつま先の本当に先端部分しかないんですよ。なのでどれだけヒールの高い靴を選んだとしても足つきの改善にはならないんですよ。バンプが硬いことっていうところなんですけども、こちらについてはですね、靴のつま先の、全体に当たる部分なんですけど、私の場合、停車時はつま先のこの部分しか地面についていない状態なんですね。なのでこのバンプの部分が柔らかいと、その分靴と地面の接地面積が広くなってしまって、その分お尻をシートからずらしてその面積を確保しないと安定しなくなっちゃうんですよ。なので私はなるべくつま先部分が硬めのものを選ぶように意識をします。であとはですね、いつも履いてる靴のサイズよりもワンサイズいつも上げて靴を履いてます。これもワンサイズ上げることによってアウトソールが長くなるんですね。なので足つきも若干マシマシになるんですよ。なので自分の実際のサイズよりもワンサイズアップした靴を履いて中敷きを忍び込まして靴がブカブカにならないように履くようにします。最近ね、私が、使っているブーツなんですけども、南海部品さんが取り扱いを始めました、イタリアのブーツブランドジャンニファルコっていうメーカーさんの、ブーツを最近は履いています。これはね、結構よくって、結構厚底なんですよ。厚底でバンプの部分がかなりね硬めなので、私が使うのにはねちょうどいい。ちょっと革なのでね、時期に柔らかくなってくるかもしれないんですけど、今のところはねいい感じに使えてるので重宝しております。あとこのブーツなんですけども、靴底の溝かなりね溝が深めになってるんですよ。結構雨の日に靴によってはもう停車した時にちょっと滑ってしまう靴もあるんですけど、これに関してはねいい感じにこの溝で水はけができるのか、全然なんか滑ることなくって、あ、これすごいなと思って履いております。あとね、見た目が可愛いっていうので使っていってますね。いや他にもね結構いいブーツとかもあったんですけど、まあね1年間で2足ぐらい履き潰して、私の履き方がよろしくないんですけども、はい、というわけで、簡潔的ではあったんですけども、私が大型バイクを乗るためにしていること、アイテムの紹介でございました。いやー、私もね最初の時めちゃくちゃ怖かったです。本当にずっと練習しました。自分が乗りたいんだからちゃんとしっかり安全に乗れるように練習しようと思って、やっぱりね安全に乗れるのが一番ですので、少しでも参考になればなと思っております。はい、ということで、今日のところはこれにて終了したいと思います。お疲れ様でした。